はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日はですね、ビットコインだけ、総分析をしていきたいと思います。ちょっとね、この後予定があってですね、時間があまり取れない関係で、サクッとですね、このビットコインの総分析、それから注目のニュースがですね、一つあります。で、質問も受けていましたので、そちらのニュースをですね、紹介して、サクッとですね、動画を終わらせたいと思います。今日がですね、2019年の12月の25日、クリスマスの日ですね。はい、で今の時刻が19時47分で、今のビットコインの価格ですけれども、だいたい7200ドルあたりですね。日本円でいうと78万8000円ぐらいのところを推移している状況です。はい、昨日からですね、ほとんど値動きがありませんね。一時期ですね、今日の夜中ぐらいに一旦こう下落してですね、7100ドルぐらいまでつけた、7100ドル中盤ぐらいですかね、そのあたりまで下がってきたんですけれども、まあ、その後はですね、昨日の動画から言っているこの高値切り下げラインですね、トレンドライン、ここにちゃんとこうサポートされた展開で、ずっとね、こう横ばいになっていると。まあ、昨日の動画でもですね、一旦こう横ばいになってから上がる可能性があるかなっていうところもですね、ご紹介したと思いますけれども、まあ、そういう展開になってきつつあるという展開になっていますね。でこの後ですね、まあ、本当にこのトレンドラインギリギリのところでずっとね、こうサポートされているわけなので、まあ、ちょっとね、怖いっていう感じもあるんですけれども、まだまだね、ここはね、結構硬いと、下にはね、硬いというふうに見ています。で、なぜ硬いかというと、まずはこのトレンドラインで、ね、今ね、サポートされているっていうところがですね、下落の、まあ、障壁になっているっていうところが一つですね。それからもう一つは、ここの、7200ドルラインの水平線ですね。はい、これ水平線見たときに、ここもですね、サポレージ転換が起きているわけですよ。ロールリバーサルですね。レジスタンスされていたポイントが一旦上抜けて、一旦押し目を作ってですね、ここまたサポート、今度はサポートに、転じてきたということで、まあ、このあたりの水準でですね、サポレージ転換が起きていると。まあ、ここのトレンドラインでもサポレージ転換、ここでレジスタンスされていたポイントが、今はですね、サポートに変わっているということで、このトレンドラインで見ても、水平線ラインで見ても、サポレージ転換が起きているというところはですね、今のですね、値動きになっているというところですね。なので、まあ、今の水準からちゃんとね、今7200ドルですけれども、ここからしっかりね、こう上げてくることができれば、サポレージ、転換がね、完了するということで、どんどんね、上目線で取引していけるというところになるんですけれども、まあ、まずはですね、この7200ドルまで下がってきてますけれども、この7200ドルがしっかり守れるかどうかというところですね、一つね、注目しておいていただければというふうに思います。ここを割られた場合はですね、まあ、まだね、この長期の移動平均線があったりとか、中期の移動平均線があります。なので、この辺りでですね、おそらくサポートされるんじゃないかなと。一方でですね、ここを無視してガクンとこう下がってくるような展開あればですね、まあ、危険なので、まあ、この辺りのどこかでですね、今からね、ロングエントリーされる方は、どこかで、しっかり損切りラインを設定しておいて、急落にもこう耐えれるような、体制をですね、作っておいていただければというふうに思います。で、もう一つですね、この少し下にはなりますけれども、7100ドルのこのラインですね、ここもですね、かなりね、意識されてきたラインになりますので、まあ、一旦下がったとしてもですね、一旦はこの7100ドルぐらいで、こう、下げ止まるような展開ですね。まあ、この後急に落ちる可能性もありますけれども、一旦はですね、この7100ドルでこう引っかかってくるんじゃないかなと思っています。ただしですね、まあ、僕の、まあ、この期待も込めてですけれども、上に上がるようなですね、期待をね、しているところなので、ぜひね、この7200ドルをサポートしていただいて、ビットコインにはですね、でこのままやっぱり上昇に転じてきてほしいなと思っているところなんですね。なので、まあ、近いうちですね、大きな値動きがあると思います。まあ、ここで上昇に転じてきた場合、まあ、上昇しなくてもですね、このまま横ばいを続けることができれば、ここですね、まあ、短期の移動平均線は中長期をですね、まあ、下から上に、ね、抜けてきたわけで、ゴールデンクロス完成というところなんですけれども、今度はですね、移動平均線が短中長、これで色で言うとですね、赤、黄、青っていう順番ですね、そういう順番に並んで全てが上向きになった、状態のことをですね、パーフェクトオーダーといって、強いね、相場と強いトレンドっていうことがですね、言えるわけですけれども、まあ、ここの中期の移動平均線もですね、一気にこう立ち上がってきてですね、長期の移動平均線を下から上に抜けようとしている展開がこの辺ね、見て取れると思います。なので、まあ、明日明後日まで待つとですね、まあ、本当に買い支えよりね、買い支えされやすい、下値が硬いような展開ですね、になってくるんじゃないかなというところでね、一つそのあたりを期待しておいていただければというふうに思います。まあ、この後ですね、おそらくね、こう中期の移動平均線がこのままね、こういう風に上がってくると思いますけれども、もしかしたらですね、このローソク足もこれに沿ってですね、上がってくるっていう可能性もありますよね。じりじり上げれば上げるほどですね、強い、値動きですね、なかなか崩されにくいという展開になりますので、まあ、本当にこの中期の移動平均線とかでこう
じり上げみたいな感じでですね、上げてくるのが一番理想的で、最終的にはポーンとねこう上がって、またポーンと上がってみたいなね、そういう展開で、まあ、90万円をですね超えるまで、年内のうちに回復していただきたいなというふうにね、これは僕の完全な希望ですけれども、そういったところですね、起きてほしいなということで、期待しているところですね。まあ、ちょっと期待的な話が多く入ってますけれども、注目ポイントとしてはまず今の水準ですね、7200ドルラインを割られるかどうかっていうところめちゃくちゃ重要ですので、ここはしっかり押さえておいていただきたいポイントかなというふうに思っています。そこを割られた場合は次7100ドルですね。で7100ドル、割られた場合はですね、もうどこまで下がるかわからない、まあ、6900とか6600で止まるとは思いますけれども、まあ一つこのね7200ドルを意識して、しっかりここでサポートされれば7500ドル、それから直近最高値、7700、800という水準ですね。でここを抜ければついにね、8000ドル、まあ、日本円でいうと、まあ、90万円も見えてくると、80万円の後半から90万円が見えてくるという展開になると思いますので、この後のですね、上昇に期待して、相場をね見守りたいポイントかなというふうに思っています。まあ、ここはですね期待も込めてということなので、まあ、今からロング入っていってですね、まあ、損切りライン浅めで、7100ぐらいにしてもいいかもしれませんけれども、まあ、そういったね、ちょっとねギャンブルチックなトレードになりますけれども、そういう入り方をしてもですねいいポイントなんじゃないかなと。まあ年末ですしね、期待も高まっているっていうところもありますので、まあ1回ぐらいはですねそういうトレードを1年のうちにね、1回ぐらいはしてもいいんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、楽しみつつですね年末相場を見守っていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。で、注目のニュースというかですね一つ質問を受けましたので、ちょっとねこちらのニュースを紹介していきたいと思います。はい、こちらですねコインテレグラフさんのニュースですけれども、YouTube がですね仮想通貨系 YouTuber の投稿ビデオを削除したと。で投稿者側からは困惑とか批判が起こっているということがですね、ニュースで報じられています。でこれでですねちょっと質問を受けまして、今後ね YouTube で仮想通貨の情報見れないんですかみたいなねそういう質問があったんですけども、それはですねおそらくないと思います。でこの人はですねなぜこうビデオが、削除されたか、投稿が削除されたかというと、このクリス・ダンという人ですね、本当にこういう身なりをしているかわからないですけども、まあかなり危ないというか怪しそうな人ですけれども、まあ、チャンネル登録者が21万人いるということでかなりねすごい人ですよね。で、ツイートをしているんですけれども、この人はですね有害または危険なコンテンツというふうに、判断されたと、およびですね違法または規制対象の商品の販売ということで、ビデオを削除されたということですね。まあおそらくですね全くこれに身に覚えがないのに削除されるってことは、まあまあ、まずないわけですよ。何らかのところが有害または危険なコンテンツと判断されたと、もしくはですね違法または規制対象の商品の販売をしていたっていうところに判断されたということなので、ね、潔白な人がですねこんなところを当てはまるわけないじゃないですか。まあ、特に僕のねこれ YouTube 配信してますけれども、まあ、僕はこういうふうに考えますというようなですね投稿が削除されるんであれば、ほとんどのね、この仮想通貨に限らずですね他のいろんなチャンネルもですね削除されるはずなので、まあ、仮想通貨に関してですね特化して今後削除が、どんどんね進んでいくみたいなことはおそらくねないと思いますので、そのあたりはですね安心していただければというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、僕は今後もですね、しっかり皆さんのためにできるだけ毎日ですね、相場分析をしていきたいと思いますし、皆さんからのですね質問とか、あとこんなことしてほしいみたいなね要望にもね答えていくようなチャンネルにねしていきたいというふうに思っていますので、ぜひねご要望とかありましたらコメント欄もしくは LINE アートの方からですね、気軽にメッセージいただければ本当にねこちらも助かりますので、ぜひね、一緒にこう作り上げていくようなチャンネルに、していければというふうに思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いします。ということで今日はですね、簡単ですけれどもここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。